皆さん、こんにちは。昼ラジ、木曜日、ミスのチュラトークパーソナリティの中地美鈴です。ランチのひととき、どうぞお付き合いくださいませ。沖縄地方ね、連日めっちゃいい天気が続いてましたけど、今週から天気が悪くなります。梅雨の中休みは終わりです。梅雨が戻ってきますと言われ続けていたのに、昨日ぐらいまでは。 まだいい方でしたよね今日から本当に曇り空いつ降ってもおかしくないような曇り空になってますでねあの FM 小座に向かってくる途中ですね雨ポツポツ落ちてきたのでまたどしゃーんと降っちゃうのかななんて思いますけれどもね「ツイキャス」今スタートしました。 はい失礼しました、FM 紀ノ湾からのツイキャス配信の方はうまくいってるみたいですね。はいいありがとうございますでねあの、本当にね、この、えー、と沖縄の方でも暑い時はほら、もう真っ青な空で太陽照ってって,てで日差しが強くってもう、でも、こうなんかじめっとしているような。 カラッと晴れる時もあればジメッとしてる時もあってこれでね結構体調崩してる方々も多いようですねでね暑くてまたクーラーとか扇風機とかガンガンかけちゃって体冷えすぎちゃってちょっと鼻水がとか <laughs> っていう人たちもいるようですしねあの皆さん体調崩さないように夏本番というのはこれからですからね、はい、あの夏バテとかしないように今から体調を整えておくといいかもしれません。 はい、さあ、それではえっと番組なんですけれども、皆さんからのメッセージをお待ちしております。タイトル考えようかなあ。タイトルじゃない？えっとテーマを考えようかなと思って。先月からちょっと悩んでたんですけど。テーマ設けた方がいいですか？設けない方がいいですか？これが私からの質問です。 テーマを設けた方がいいのか設けない方がいいのかでも私としては番組に対するご意見ご感想私に対するご意見送っていただけるとありがたいななんて思っておりますけどもぜひどっちがいいのか送ってくださいそれによって、えー、毎週毎週どうするのか考えてみたいと思います はい、さて、えーと、先週ですね、リスナープレゼント、あんなギリギリに告知したにもかかわらず、えー、と当選者決まりました、先週のリスナープレゼントは、えー、と読谷村の紫村からの、えー、レストラン待機でのお食事件。 シャラクホウスケさんキナッチさんに当選しておりましたおめでとうございますえー、取りに来ていただけるか着払いということでえー、こちらレストラン待機のお食事券が、えー、プレゼントになっておりますぜひ美味しいもの食べに行ってくださいねはい。 今日はないんだよねリスナープレゼント残念今日はないの来週はあるからね楽しみにしていてくださいさて、えー、番組ではですね FM 小とそして FM ギノワンでも聞こえますのでぜひチャンネル合わせてね、えー、最後まで聞いていただきたいと思いますまたこの番組ですねユーストリームやツイキャスでも見ることができます FM 小里のホームページから覗いてみてくださいでは今日のメニューです健康おとびをテーマにお届けしますコーナーチュラトーク週替わりでお肌のこと アロマのこと食のこと運動のこと個性心理学についてご紹介します今日は第一週目ということでお肌についてお話ししますお届けします週末イベント情報週末何するどこ行くは、えー、県内のイベント情報をお届けするんですけれども今週は 4月から毎週土曜日に沖縄県立博物館美術館で行われていますふれあい体験室ワークショップについてスタッフの渡部さんにお話し伺っていきますいろいろとねお子様お持ちのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんこの週末ね今月,今月の週末4日11日18日25日の土曜日ぜひ。是非 博物館美術館に行くと面白体験ができるかもしれませんぜひ聞いていただきたいと思いますそして後半戦は「ユンタクタイム」皆さんからお寄せいただいたメッセージをお届けしてまいりたいと思いますえっとねこれえっと FM 技能ワンのツイキャスの方から AKB ファンさんからいただきました何テーマを考えるのは大変やでーミースが決めてもらわなということで AKB ファンさんからミースみくりん ミス元気かいといただきました元気ですこの通りです <laughs> 元気にやっておりますはい。だって私もテーマ考えるの何気だもんだかか考えた方がいいのか今何やってるんだけどさみたいな感じでなんかのらりくらりのようなメールを送っていただく方がいいのかどっちがいいのかっていうことをご意見として教えていただきたいなと思いますで何 えとちょっと今番組紹介してるんだけどいっぱい来たなちょっと待って、えー、とそして後半戦もう一つは私が感じた思ったことを紹介するコーナー「今週の句が肉」と言葉こ言葉ざや四字熟語から一つ言葉を紹介していきますねはいで何ええみっちゃおじさんからいただきましたみすさんみーくーこんにちははいこんにちは嬉しいねみーくーにはみーくで私にはさんづけってはいちゃんでもいいよ <laughs> えー、夜勤明けで今帰ってきましたお疲れ様でした夜勤明けああもうねご飯食べてとっとと眠りたいって感じですよねみすさんの元気をもらいに来ました元気すうたるーとめっちゃ吸ってくださいはい <laughs>、えー、リスちゃんからテーマカンガルーの秋田もんとじゃあ何でもいいですいろんなメール送ってください 今何してんだけどさ、高校しかじかでさ、最近のテレビドラマさ、あーでこうでさとか、あとは映画こうであーでさとか、えー、ドライブあでこうでさとか、アイドルはあでこうでさとか、えー、バラエティ番組あでさこうでさとか、<laughs> 何でもいいです、送ってください、待っています。<laughs> はい、えー、ミスのチュラトーク、このあと12時56分までお付き合いください、皆さんからのメッセージたくさん。ま、ちょいビンドー、はい <laughs> この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場ニューさんは他各社の協力でお送りしますさあそれでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょうマドンナですレイオブライト ジュラトークはい、BGM もね、えー、勝手にかかっておりまして、えー、エコがありませんでした <laughs> はい、えー、ジュラトークです健康と美をテーマにお届けしますジュラトーク第1週目ですのでねお肌のことについてご紹介していきたいと思います今日はですねお肌タイプとお手入れのポイントについてお届けしますこれね、女性だけじゃなくて男性陣の皆さんも必聴ですのでねぜひチェックしていただきたいと思いますでは 皆さん、お肌チェックを行っていきますので自分自身は何肌なのか、まあ、お分かりの方もいらっしゃいますかね、えー、大体ね4タイプに分けられています、まあ、簡単に言うと大きく、ね、分けて4タイプにお肌って、あのーまあ、化粧品業界とかでは、まあ、お肌のところでは分けられているんですけどあのー 脂性肌とか普通肌とか、まあ、混合肌乾燥肌混合肌の方は姿勢乾燥肌というふうにも言うんですけどこの姿勢肌なのか普通肌なのか、えー、混合肌姿勢乾燥肌なのか乾燥肌なのかということをですね、えー、4つにこうやって分けているんですけれどもまず姿勢肌はどんなタイプなのかしっとりみずみずしいけど油っぽい。 しっとりみずみずしいが油っぽいという方は脂性肌ですもういつもテカテカしたねべたべたしててねっていうでも、あのー、ほっぺとかはぷるんぷるんしててみずみずしいっていう状況ですね、はい、これは姿勢肌です続いてしっとりみずみずしいけど油っぽくはないみずみずしい しっとりみずみずしいけど脂っぽくはないという方これは普通肌ですはい普通肌そしてカサカサしているが、ね、ほっぺとかもねなんかこうちょっと突っ張ったような感じがあってカサカサしてるんだけどめっちゃ脂っぽいんすよという方カサカサしてるんだけど脂っぽいという方これは、えー、いわゆる 混合肌姿勢、まあ、乾燥肌脂っぽくって乾燥しているお肌姿勢乾燥肌混合されているので混合肌とも呼ばれていますそしてカサカサしててさらに脂っぽくもないカサカサしてて脂っぽくないという方どうかした大丈夫、うん、動いいてるよはい <laughs> カサカサして油っぽくないという方は乾燥肌ですさあどうでしょう皆さんどちらのお肌でしたか脂性肌なのか乾燥肌なのか普通肌なのか混合肌なのかさあ今日オペレーションやっていますみくちゃん、はい、みくちゃんは、はい、どの肌 私は乾燥しててちょっと脂っぽいので姿勢乾燥肌姿勢、うん、乾燥肌ですね、うん、はいはい、はい、ちょっとほっぺの部分はこれはチークですかそ,ですそれともチークはつけてるチークですねはい、うん、じゃあちょっとチークでもこうそばかすとかもちょっと結構あるね、うん、そうなんですあ昔から <laughs> あのこっちに来て 何、あのー、だろう日焼け止めを全然塗らないタイプだったんですよ<ー>紫外線でもうメラニン産んじゃうメラノサイトがもうこの,メラ,のメラニンのお母さんがびっくりしたからもうん、うわーってうなんだこの紫外線は<て>みたいな。<laughs> あんたどこきてんねん!」っていう,うわーってメラニンいっぱい産んで肌守らなきゃみたいな状態でお肌が暴れたと思いますきっと。あそうなんですねでね、うん、暑いのにあちらこちら、ね、冷房もかかって、うん、そしてねあの乾燥しやすくてでも必死はいっぱい出ててっていう状態。ね、じゃあちょっとねファンデーションも化粧崩れやすかったりちょっと乗らなかったりとか。 ありますねいろいろとお手入れポイントをご紹介していきますので聞いいててくださいねああ、はい、まず姿勢肌姿勢肌の方は、はい、水分も皮脂も多いのが特徴ですね特に皮脂が過剰でべたつく状態大体思春期から20代までに多いかもしれません潤いはあるものの毛穴が詰まってニキビなど 皮脂汚れが原因で肌トラブル起こしやすい状態になっていますお手入れポイントは丁寧に洗顔をして引き締め効果のある化粧水で皮脂を抑えるスキンケアをしてみてくださいあとねクレンジングって女性が化粧を落とすために使うイメージってあるじゃないですかこれね油分の汚れを取るものですから朝にもクレンジングと洗顔をするだけでも効果があるのでねあの男性陣の方もぜひねこの クリンジングをちょっとやってみてくださいはい。そして普通肌の方、えー、水分と皮脂のバランスが整っているのが特徴ですしっとりした感触でカサつきやニキビのないトラブルが少ないタイプですバリア機能も働いているので刺激に影響されにくく健康なお肌でございますお手入れポイント特にありませんはい。パックとか美容液でねさらに整えて綺麗なお肌を保ってください続いて 脂性乾燥肌混合肌のみくちゃんいきます部分的に差が大きく脂っぽい T ゾーンは脂っぽいのに U ゾーン T ゾーンというのはおでこと鼻の部分ですね U ゾーンというのは、えー、とこの顎のライン、えー、U ゾーンと言いますがここがかさついている T ゾーンは脂っぽいのに U ゾーンはかさつくタイプ、ね、20代後半から30代にかけて、えー、多い肌と言えます 水分と油分のバランスが崩れてバリア機能が低下している状態です。うんはい、なのでね肌トラブルを起こしやすい状態になっているので、ね、気をつけてください。お手入れのポイントですけど、はい、T ゾーンは化粧水をたっぷりつけても乳液とか、ね、ミルクとか、うん、あの水分を蒸発させないための油分は控えめにしてください。うんはい、で逆に、U、ゾーン カサカサしているので水分たっぷり補給してもっちりとこう吸い付けような状態になったら、えー、乳液とかクリームでこのお肌の中にある水分を蒸発させないように油分で蓋をしてあげてくださいこれがお手入れのポイントですはい、はい、そして乾燥肌のあなた乾燥肌は水分も皮脂も少ないことからかさつきがちになる状態ですみずみずしさがなくシワも入りやすくなっているのでファンデーションなんかもね全然乗らない れととにに増増ええるるる傾向です、ね、ですすよこねね年を重ご肌質なのでねあの視線が少ないので毛穴もねあまり目立たないのが特徴なんですけどバリア機能は低下しているので注意が必要でございますお手入れポイントはお肌全体に T ゾーンも U ゾーンも関係なくしっかりと水分も油分もしっかりと補給してあげてくださいこれがポイントとなっております 健康と美をテーマにお届けしますジュラトーク第1週目はお肌のことお肌タイプお手入れポイントについてご紹介しましたさあそれではここで1曲お届けいたします懐かしいですねホイットニヒューストンです I wanna dance with want to somebody dance いいすか<ー>週末イベント情報週末何するどこ行く<ー>ビジーです <laughs> ミク頑張れ <laughs> ミキサー担当してるミク頑張ってますはい。はい、<laughs> さて、えー、この時間はですね 週末イベント情報、週末何するどこ行くのコーナーでございます沖縄県内のイベント情報をお届けしますが今週はですね、4月から毎週土曜日に沖縄県立博物館美術館で行われていますふれあい体験室ワークショップについてお話を伺っていきます沖縄県立博物館美術館のスタッフ渡部さんにお話を伺います渡部孝子さんと電話がつながっています早速読んでみましょう渡部さんこんにちは こんにちは。はい、よろしくお願いします。ます <coughs> さて、えっ、ー、と渡部さん、沖縄県立博物館、私もよくいろとあの展示会とかをよく見に行くんですけれども、ほっとする空間ですよね。あ、そうですか。もうあの最近で言うとちょっと前になるんですが、3月になってしまうんですけど。 あの木梨憲武展、大変でしたね、もうあの何度かいろいろ見に行くんですけれども、最近ではそれですかね、それをちょっと見に行ったんですけれども、あの大勢の方がやっぱりあの木梨憲武さんの,あの、ねはい、作品を見ようって、大勢の方々が。 すごくいらっしゃってましたね <laughs>。うん。はい。まあ、あれ、あの、すごくポップですごく刺激的ないろんなね、こう。あの、色が目にボン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 入ってきて、見てる方もすごく楽しくなってくる作品ばかりでしたよね。うん。はい。 おうあら、はい、これもちょっと見物で私あの先週までちょっと東京に行ってまして、はい、あのえっ、ー、と国立新美術館の方でルノール展やってたんですよ、はい、であとまたその近くにあるサントリー美術展の方ではあの広重ビビットやってたので見に行ったんですけど。 あのなんて言ううでしょうねやっぱり日常生活からちょっと非日常生活が味わえる空間というかああいうたくさんの作品の中であのか作品に囲まれるでいろんなあの目から入ってくるもの肌で感じるものっていうものってすごくいい刺激になりますね。うん なのであのぜひ、ねあの、まだ博物館、美術館に行ったことのないという方そういう、ね、いろんなあの五感をあの震わせてくれるのでぜひあの皆さん足を運んでいただきたいなと思いますけれども、まあ、あの博物館、美術館の方ではその展示会だけじゃなくていろいろと体験ワークショップなんかも行われているようですね。 はい、であの毎週土曜日にワークショップがあの行われているそうなんですけれどもこれってどのようなワークショップなのか教えてください。 いろいろな学習をしていくという大企業にござて、毎週土曜日には、そういった体験キットをもとに、はい、もっとじっくり体験してみようというワークショップを開催しています。 ありますは,はい,いありますねアダンの木はいうんはいあ網ガングはいはいはい,はい、はい、んうんはい はいはいはいこれねもう今となってはあのうち近所で作れる人も全然もういなくなってますから昔のそのえっ、ー、とその植物とかも使って身近なものを使って、えー、とおもちゃを作るっていう遊び方ってもうほんと少なくなってきてますもんね。うん こうよくお土産品店とかだったりするとまだ、なんていうんでしょう、ハブがこうちょっと口のところに指突っ込んで、ピって引っ張ると抜けなくなるっていう、なんかあったりしますよね。はいそうん、あ作るんですか。あー これね結構頑丈なのでよくおばあちゃんたちなんかこう重ね編みしてなんか籠とか昔はなんか作ったりとかしてましたかねなんかそういうイメージがあるんですけど、えーえー、ぜひねあのいろんなその昔ながらの遊びというんでしょうか、ね、それが体験できるということになるわけですよね。ははい、はい

なるほどこれをこの鹿島、えー、や風車とか馬革とか星しころとか羽生革とかが作れるということなんですね。ははいいで、うん、そうですか、はいえー、んん

じゃあもうおじいちゃんおばあちゃんも一緒に連れて行くと懐かしさもあってみんなで楽しめるものかもしれませんね。 うん、これってあの受講されたこれまで4月、5月に受講された方々の子どもや大人の方の反応っていかがでしたかう、ね、うん、うん,、えっと、ん,んはいええ はいは,い、は分ごとに、うん、と種類が変わっているん、はい、えっと,と,っとっはどんどん、ね、工夫が生まれていくことも すごいなんか嬉しいあの、想像力豊かな子どもたちいるんですね、よかった。いいですねう生きつけてうんん まああの週末でもねやっぱりあのお父さんお母さんがお仕事でおばあちゃん家に預けられてるっていうお子さんもいらっしゃるでしょうからあのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に行くっていうのもいいですね。うんはい、うんんははいい、うん なるほど先生たちにとってはまた一つ勉強になりますもんね, <laughs>、はい、そうですね。沖縄の昔ながらの伝統玩具をこう作ってみんなで楽しむということですよね。ぜ、は、ひ、い、ですね、えー、ともうこのいろいろな玩具を作るっていうものが C56 とこの3ヶ月間にわたって行われてきたということでそれが今月が最終月になってるんですね。 また来月もいろいろとまたじゃあ計画されているんですよね、きっと。ぜ、う、ひ、んはい、ねあの、県立博物館、美術館のホームページなどでもぜ、ね、ひ、えー、情報も流れていますしこの、えーと、今月、その触れ合い、えー、体験室、ワークショップに足を運んでいただいた際に、また7月以降の、ねま、た情報もゲットしていただきたいなと思いますが。 まずは今月のこのふ、えー、れあい体験室ワークショップ、えー、この開催場所、それから開催時間、対象者、申し込み方法と、あと注意事項、参加費などをいろいろと教えてくださいいはははい。開催場所は

うん早いもん勝ちですねはいうん。はいはい100円でね参加できるということですのでぜひ、ね、今月毎週土曜日行われています県立博物館美術館で行われていますふれあい体験室ワークショップにぜひ足をお運びいただきたいと思いますでは最後にお問い合わせ電話番号を教えてください はいぜひねあの今週末あどうしようかなとかあ来週末どうしようかなと考えのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんね、えー、お子様連れでぜひですねこちら県立博物館美術館で行われますふれあい体験室ワークショップにご参加いただきたいと思います、えー、今日はですね県立博物館美術館のスタッフであります渡部孝子さんにお話を伺いました渡部さんどうもありがとうございました さあそれではここで一曲お届けいたします嵐です旅は続くよ ゆんたくタイムです。ゆんたくタイムはいらないよ。ああ <laughs>。ミク頑張ってます。<laughs> さあ、この時間は皆さんとのゆんたくタイムの時間でございますけれども。メールやツイッターのね、いただいたメッセージご紹介したいと思います。えっ、ー、と、ツイキャスの方から。テーマ。 えっと、ラジオネームリスちゃんからいただきましたありがとうございますリスちゃんさんテーマは「ミークーの心をきれいにするには?」ということでいただきましたねどうする結構あれなの <laughs> そのつもりはないんですけどね <laughs> <laughs> 気づいてないだけかもしれないですねちょっとデビル的な感じ <laughs> そこまでではないんですけど天然が入ってて や、やっちゃう感じ。でも、言葉、どうなんだろうな。うん、ん言葉はうまくはないです。<laughs> どういう意味。<laughs> <laughs> 言葉はうまくないって。なん <laughs>、はい、か、ちゃんと伝わらないのかなとは思います。あとは、うん、多分、なんか、綺麗に言おう、丁寧に言おう。って意識してるからじゃない、きっと。ああ、余計に。余計に、なんか、二重敬語になっちゃったりとか、んなんか。うん、それだったら、普通に、自分が普段使っている言葉で言っちゃった方が。 伝わりやすいっていうのもあるでしょうし、うん、ごめんね。真面目トークやってるね。<laughs> よろしくない。はい。<laughs> はい、えー、ミークの心をきれいにするには無理です。以上、はい、<laughs> そしてね。えっ、ー、とイミッチャおじさんさんからいただきました。ありがとうございます。あね、夜勤明けって言ってましたもんね。夜中から職場の空港は暑かったです。あ。職場空港なんだ。お客さんいなかったりするとやっぱりあのー、空調今揺れた。 気のせいだ、ね、うん空調設備とかってやっぱりあの何、ー、て言うのちょっと切ってたりするのかなーちょいとおデブの俺はこの季節は <laughs> 体中結露でございます <laughs> 大変だねあーあーそっかね動いてなくても汗だらだらみたいな。 あー結露ですか、大変、もうお風呂入ってご飯食べてゆっくり休んで、いみちゃおじさん、常にウェットだけど、油っぽくはないので、普通肌かなということで、いみちゃおじさんあ、ウェット、ウェット。うん だって体中結露でしょ <laughs> そりゃウェットだよ <laughs> でも脂っぽくないんだったら普通肌お肌のトラブルもじゃあそんなにないんでしょうねニキビとかないんでしょうねきっといいねいいねうんそしてこちらえっと AKB ファンさんからはあーみずみずしいの脂っぽいわーとあいいやそっかじゃあちょっと姿勢肌かもねうん とかを取り除いてあげる,取り,すぎる取りすぎちゃうとお肌良くないので気をつけてくださいね。でその AKB ファンさん次のコーナー生電話とうんごめんねあの週末何するどこに行くはねスタジオに来ていただかない限りはずっと生電話です、はい。相手がつながらなかった時どうしようっていう恐怖感と戦いながら、えー、私の携帯電話からかけているので携帯電話にか 別の人から電話がかかってきたらキャッチホンタイプなので <laughs> どうなるんだろうっていう恐怖と戦いながらお届けしています、はいえー、ラジオネームやっすんさんからいただきました初見沖縄かなそうです沖縄です、はいえー、梅雨空の真っ只中いつ雨降ってもおかしくない今にも泣き出しそうな、えー、空を眺めながらお届けしておりますやっすんさんありがとうございますやっすんさんはどちらからなんでしょうかね さあそしてこちらレジオネーム、えー、シャラクホウスケさんからいただきましたありがとうございます。えっとこんにちはシャラクホウスケですリスナープレゼントありがとうございますあはい先週のリスナープレゼント当選してますよテーマどっちでもいいですよ <laughs> ありがとうどっちでもいい分かったじゃあなし <laughs> やらないねみんな考えるのめんどくさいもんね。 はいなのでその時々の気持ちを送ってください待っておりますちなみに今日は仕事休みなので今おうちのお風呂掃除してます前から気になっていた天井についたカビなどを落としながら清掃をやってますということで私もやりたい頑張って掃除しようねはい写楽ほうすけさんメッセージありがとうございましたさあ続いてはこちらのコーナーです今週のくがみくてば BGM 違います <laughs> 今週感じが感じたってだもうカムサ <laughs> 今週私が感じた思ったことをことわざや四字熟語で表すコーナー今週のくがにくっつば。今日はですねことわざから女三人よればかしましい 女性はおしゃべり好きですよね。3人も集まるとうるさいくらいにぎやかになることという意味です。やかましい、あ、かしましいですね。やかましいじゃない。かしましいっていう漢字なんですけど、女という漢字。 男女の女の女女方ですね。女という漢字が3つ合わさった文字で「やかましいの」の、えー「かしましい」の意味になるんですよね。女さんによればかしましい先週ですね「ヒルラジーメンバーでスポンサーでお世話になっております総合結婚式場ニューサンワさんでランチしたんですけれども女さんによれば「かしましい」の通り会場内で一番にぎやかなグループになってました。 普通にバイキングの食事をとるだけでもさまざまな、ね、ハプニング、吉野ちゃん、いろいろやってくれましてもうずっとみんなで笑いが止まらなくってとうとう閉店時間過ぎても席に居座っていた迷惑客になっていたかもしれません、はいっそま牧さんはちょっとお休みだったんで、えー、と4人だったんですけれども女さんによればかしましい、いや、実にですね笑いの絶えない楽しいひとときを過ごすことができました。 今週の「くがにくとばかしましいでした」はお送りしてきましたミスのチュラトークエンンディングでございますさて、えー、と今日のです、ね、エンディング曲なんですけれどもあのあれなんですよあのエンディング曲はおすすめのアルバムをマンスリーでお届けするんですが今月6月はもう3年前になっちゃうのか。 3年前だね。2013年の7月3日に発売されました、久保田としの『ぶパラレルワールド2』より、今日はまあ梅雨空ということで雨音久保さバージョンでお届けしております。これをエンディングとしてねお届けしていきたいと思いますけれども、さてえっ、ー、とおね先ほど。 ご紹介しましま久我に言葉の中でもねご紹介しましたけれどもスポンサーでお世話になっております総合結婚式場ニューさん a さん、こちらの方なんと今月ブライダルフェアが開催されます。6月12日 えー、再来週の日曜日ですねブライダルフェアが開催されます婚礼料理ご賞味会また、えー、新作ドレスの試着こだわり演出の内見ブライダルリングの展示などなどブライダルに関するご相談を受け付けておりますご両親参加も可能な6名まで無料でこのブライダルフェアにご参加できますよ今年結婚を披露宴をお考えのあなた ぜひ、この総合結婚式場ニューサンワのブライダルフェアに足を運んでみてはいかがでしょうかご制約特典もいっぱいでございます、私、何度かニューサンワのブライダルフェアの司会をやっているんですけれども、本当にね、あの本番さながらの演出をいろいろと見せてくれるんですが、またね、本物のカップルが、これから結婚式を挙げるカップルがモデルとなって、横演習のような感じでね <laughs>。 えー、ブライダルフェア見せてくれるので新郎新婦役の本物のカップルの方もですね緊張しながらあの普通にねそれをやっているモデルさんってこうにこやかな笑顔でさらっとさりげなくこう動きを見せてくれるんですけどこのニューサ t a さんのブライダルフェアは本物のカップルが披露宴を控えているカップルが。 実際にモデルをやってくれるので緊張感半端ないです。でねそれをね実際にブライダルフェアに参加されている皆さんも。 その緊張感とか味わえるので、よりリアル感を得られると思います。あ、えー、披露宴ってどんな風にできるのかなみたいなそういうこともね感じれると思いますので、ぜひ参加していただきたいと思います。まずはお気軽にお問い合わせください。詳しくはニューサンワのホームページまたは電話番号零九八九七四三三七零九七四三三七零総合結婚式場ニューサンワまでお問い合わせください。 とということでお,とお届けしてきましたけれども、えー、とメッセージ読み残しないよね大丈夫もうない大丈夫今日少ないな、残念。もっとメッセージ送ってね。っていうか、ね。足の 内容があ少なあえー、イミッチャおじさんありがとうお疲れ様ただいま私のつぶらな瞳は開き状態ですとああ本当だ絵文字でねこんな感じって送ってくれていますイミッチャおじさんもうね仕事疲れでねもう眠たい中聞いていただきありがとうございましたでもねまだあのまだ起きてるんであれば引き続き F.M. 小座そして F.M. ギノワンぜひ聞いていただきたいと思いますよろしくお願いしますイミッチャおじさんありがとうございました。 とということでお届けしてきました「昼ラジ毎週木曜日はミスのチュラトークこの番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市結婚式場入山はほか各社の協力でお送りしましたぜひですね引き続き FM コザ FM ノワンでお楽しみくださいえっ、ー、と40秒ぐらいあるんですけどぜひねこの、えー、久保田俊信さんの「パラレルワールド」シリーズ2久保ささ ぜひね聞いていただきたいと思います今日は天音クボッサバージョンを BGM に終わりたいと思います私とはまた来週です皆さんさようならバイバイ